こんにちは、アマストサポー,ター堀秀夫です今日は商品相談について、まあ、個別サポートの会員の方はね、商品相談をお気軽にしてくださいという話でね、まあ、改めて考えたというか気づいたんですけど、私ほど商品相談にふさわしい人間もそうそういないというのをね、まあ、昨,日ふた昨日ふとしたことで思い出して実感しました。 まあ私はまあ物販サポート、もうかれこれ10年やってます。それからヤフオクから始めて、まあ転売歴もまあ20年えやってます。さらにね、ね昨日気づいたんですけど、私の買い物依存症歴はもう45年、ね、6歳の頃からのこれまあ病気というかなんていうかね、えー、習慣なんだなということに気がつきました。まあね、昨日、 目黒の、えー、昔旧ひもんや大英今なんていうんだイオンスタイルっていうのかなに行って、まあ、上から下までね、えー、全部く、まあ、まなくどんな商品がいくらで売ってるか、ねえー、チェックしてきましたく、まあ、まなくったってね興味のない化粧品とか、えー、なんかどうでもいい安い必需品とかは見ないんですけど、まあ、特に念入りに見るのはねこの大好きなワインとかねあとね、まあ、物産展とかって 好きなんでね、ついつい行くとね、お菓子、ね、ダイエットの大敵だし、食わなきゃ食わない方がいいと分かりつつも、ついつい買ってしまうお菓子なんかを見てきました。それからね、えー、かねてから気,気になっていたエアウィーバーが試しに寝れるってんでね、えー、ちょっと寝てみていいなと。で、危うく買いそうになったんですけど、冷静に考えてみるとね、これね、旅行の時に運べねえんじゃねえのと思ってね、 ちょっともうちょっと考えてみようかなという感じでこのエアウィーバーは思いとどまりましたけど昔からねこういうふうにくまなくスーパーやらデパートを見て欲しいものを買うというのが好きでした通常の子供ってたまたま通ったおもちゃ売り場とかでねあ,あ,あれ欲しいって発作的に欲しがるんでしょうけど私の場合はね も,もっともうなんかあの徹底的に見てというか欲しいものは別になくても徹底的に見てまあ、えー、欲しいものを見つけると、ね、あの釣りやってた時はね、えー、毎週、えー、スーパーに帰って釣り行くコーナーずーっと見ててまあなんかいやらしい方ですけどお金はねお小遣いはふんだんにもらってたし自分のお金もあったんで別にあの これがなきゃ釣りができないって欲しいものがあるわけじゃないんですけど、まあ、それでもね、どんな釣り道具があるのかなとか見るのが大好きで、毎週通ってました。それからね、えーまあ、時間がある時の時間潰し、まあ、普通の人だったら喫茶店入るとかね、まあ、本屋入るっていうのが一般的なんでしょうけど、私の場合は結構ね、デパートとか、まあ、ドン・キホーテとかね、まあ、場合によっちゃコンビニ入って商品を見ると。 これがね、私、ずっとここ10年間、人にサポートするから、それをやってるんだなと思ったんですけど、昨日、ふとデジャブのように思い出しまして、あれ、俺、昔からこんなことやってたけど、いつからだなと思ったらね、その小学校のね、1年、2年の頃からですね、プラモデル屋さん、くまなく見て、プラモデル買って。で、まあ、作りきんないほどプラモデル買ってもらったりね、遊びきんないほどおもちゃ買ってもらったり、えー、まあ、自分でもね、えー もう似たような釣りを何本も買ってみたりとかしてたなというのを、ね、思い出しました。そんなわけで、まあ、私が好きな商品、私がこれ同類の人が買うねというような商品がね、やっぱりね、あの金遣いの荒い人ですし、何しろたくさん買うんでね、そもそも、えー、何買ったかすらわかんなくてね、届かなくてもわかんない。届かなくてもわかんないから壊れててもそんな怒りはしないという感じなんでね、理想的な客だと思います。 あの、何しろね、そうそう、ワインも飲みきれないほど買ってるからね、何がいつ届くんだか正直ね、たまに分かんなくなるんですね。まあ今は日本に帰った短い期間にできるだけ飲み残しのないように買ってるからあれなんですけど、昔は正直ね、アマゾンやら酒屋やらあれやこれや買うからね、いつ何が届くんだか分かんないし、何を買っててね、何が届いてないのかっていうのも調べるのもめんどくさくて分かんなかったというようなぐらい。 買い物ししてました似たような消費行動をする人に売ればね、トラブル少ないし、まあたくさん売れるわけだし、まあそもそもね、えー、その、まあ、値段を比べることもあるけど、まあパッと目について、えー、珍しいね、いいねって言って買う種類の人もいます。まあそういう人にね、えー、響くような商品。で逆にうわ、これめんどくせいやつが買いそうだなと、ね、あのー、1円でも安くみたいなね、安いからいらないものまで買っちゃうし、もう数きっちり数えるみたいなね、 そういう商品はね、やっぱね、苦労多くて儲かんないというのがあるんでね、まあ、売れる売れない、ランキングどうのこうのというのとは、えー、一歩進んで、そのトラブルになりにくいとかね、リピートしやすいとか、えー、いう商品が探せますんで、まあ、探せるっていうかね、えー、いう感性が響く商品は出てきたらできるだけそっちに集中するように誘導してますしね、 えー、そうじゃない、やめた方がいい類しょうもない、しょうもない商品って言ってないですけど、トラブルありそうでもうかねえだろうなって商品はできるだけね、扱わないように誘導してサポートしてますんで、まあ、せっかくサポート受けていただいてるんで、個別商品の相談もお気軽にしてください。まあね、人によっては、あのー、ずっといつまでもそう出したら力がつかないという、なかなか大人気あるというか、お得気ある、えー、考え方もあるんですけど、 ま正直に言ってね、もう何しろ45年依存症で10年サポートしてんでね、同じレベルに到達するのは不可能だと思いますんで、まあ、別に、あの、半年経った後7ヶ月目以降は月額3万で相談できるわけですから、まあ、ずっと相談した方が無難だろうと、ね、あの、 自分で半年間でうまく相談しながら探してて、もう自分で大丈夫ってやった途端にね、まあ多分トラブルの商品つかんじゃって、あのー、嫌になってやめちゃってる人とかもいると思いますんで、まあそうなんないように、ね、あのこれ、これは別にサポート続けろって脅しみたくなっちゃいましたけど、サポート続けてもらった方がそれはいいんですけど、まあそれ以前にね、もう半年間のサポート受けてる間は、まあ、ど,どんどん個別相談して、えー、商品探しの役に立ててください。ね、あのー やっぱ自分で言っとかないと誰もね言ってくんないんであの私ほど正直商品相談するのに売ってつけの人はいないんでねまあせっかく相談できる機会なのに相談あんまりしないというのはもったいないなと思うんでねえー相談をもっとお気軽にどんどんしてくださいという最速のお知らせでございましたこんな形でなぜなぜ昨日ね 急にそのあ昔からそんなことやってんなって40何年後に似たようなことやってんなって、まあ、自分でも呆きれるやら面白いやらでねあのこの話をネタにして商品探しをこの話をネタにして何かで作ろうと思ったんですけど、まあ、一番適切な話は、ね、あの買い物依存症歴あるいはねその商品探しというか何というかそういうことを私45年間やってますんでねあの商品損断するのに、えー、これ以上の人材はいないだろうと。 まさに理想的な人間に商品相談をできるポジションというかね、境遇にいるわけですから、どしどし商品相談をお使いくださいというお話でした。以上、Amazon エストサポーター、堀秀夫でした。